で見てます。これで知念と長谷川が同時に動く。ちゃんと知念のシュートだー、決まった。しいね、今はあのちゃんと読んでそのスペースに山下も入る、ヨニッチも入る、ほとんど取れたような状況だったんですよ。しっかり挟んでますよね。だけどバウンドの処理は、うん、ああうまいね、先に触ったんだね、キーパー出ちゃった。そのバウンドしたところを先に触って、しかも、まあ、読んでキム・ジンヒョンが動こうとした足にヨニッチに当たっちゃったんだけど、あ、はいはい、それでいけなかったね、セーブ。まあ、得点以外の献身の高さをここまでは高く買われていた知念ですが、ようやく今季初ゴールが来ました。これ大きいですね。いや、ゴールゲッターってのは1点入ると